い、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、ということでですね、今年最後の動画になるかなと思うんですけれども、実はもう今これが上がってる頃にはその最中かもしれないんですけど、クリスマスから年明けまでヨーロッパに行くことになりました。嬉しい、本当に嬉しい。初のヨーロッパ旅行なんですけど、年末にかけて超ウキウキしてたんですけど、全部でちょっと時差の計算が難しくてあれなんですけど、何泊だ、8泊10日ぐらいかな、まあ、ちょっとあやふやなんですけど、まあ、そのぐらい結構長期の旅行に行くので、この長い間旅行行くのも多分初な気がするんですけど、今日はちょっとドキドキパッキングをしていきたいと思います。パッキングの量がちょっと不安なんですけど、こちらのキャリーケースに詰めていこうと思います。であと、まあ機内の持ち込みの荷物もちょっと紹介しようかなと思うので、今日はそんな感じでやっていきたいと思います。2023年ももうこれでラストの動画になるかと思いますが、皆様今年もありがとうございました。私は今頃無事についていればヨーロッパ旅行を楽しんでるはずです。ということで、未来の私に向けて私は今からパッキングをしていきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速パッキングを始めていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。ちょっともう量がえげつなくて、多分頭がもうパニック状態なんですけど、とりあえず私がでもいつも旅行に行くときにチェックリストっていうのがあって、まあ、この前の韓国旅行だったりとか、結構海外に行くときに使っているチェックリストがあるので、それに沿ってちょっと紹介とパッキングしていけたらなっていうふうに思います。ちなみに私のインスタを見てくれてる方はもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、前に使ってたキャリーケースがですね、不安定で、ものすごくこのヨーロッパ旅行のためにガッチリした、もう本当に長く使えるようないいキャリーケースを買いたいんだけど、本当に私リモアぐらいしか知らなかったので、なんかどうしようかなと思ってみんなにアンケートというかを取ってみたんですよ。やっぱりリモアかサムソナイトっていう方が多くて、どうしようかなと思ってたんですけど、やっぱりもともとリモはすごい気になっていたし、あと一個すごく説得力があったのは、ホテルで働いてる方がいろんな方の、ね、荷物を運ぶ時もやっぱリモアが多いし、リモアの安定感やばいですみたいな感じで言っていたので、ついにリモアを買ってしまいました。オリジナルの L サイズです。86リットルだったっけな、くらい入るやつを買いました。なのでこの新しいキャリーケースとともに旅行に行く初めての旅でもあるので、すごく楽しみなんですけど、これからね、いろんなところに一緒に行きたいなって思ってます。じゃあまずお洋服とかじゃない小物系たちを入れていこうかなって思います。もう私ちょっとまとめてるんですけど、ここには洗顔とか主にスキンケアですねが入ってます。美容液、化粧水、クリームとか、あとまつげ美容液とかも入ってます。ちなみに旅行行くときは結構私はこういったなんか試供品というかサンプルとかも積極的に持っていくようにしてますね。でも今回は化粧水と美容液はこの旅行のために買ったと言っても過言ではないですが、ゲラの化粧水と美容液を持っていこうと思います。これ私すごい大好きで、結構ね高級なんですけど奮発して買ったので、これは持っていきます。とりあえず何も考えずに詰めていこうか。次、このポーチはクレンジング系ですね。クレンジングのこの大好きなボディショップのクレンジングバターだったり、このシューのクレンジングオイルとか、マスカラリムーバーとか洗顔とかもここに入ってます。そしたら次、これちょっとボディクリームなんですけど、ジップロックに入れてて、やっぱこぼれちゃったら怖いので、このボディショップのアーモンドミルクっていうボディローションを持っていきます。そしてこちらは生理用品ですね。ちょっと今回私かぶりそうな予感がしてて心配なので多めに持っていきます。そしたら次これなんですけど、シャンプーとトリートメントもう一応持っていこうかなって思って、今回エアビーだったりホテルだったり結構いろんなところを転々とする予定なんですけど、多分シャンプートリートメントもあるとは思うんですけど、まあ一応もしなかった時のために持っていこうと思ってて、ボディショップさんにアドベントカレンダーをいただいて、アドベントカレンダーの中にこういったシャンプーだったりトリートメントだったりが入っていたので、ちょうどいいなと思ってこれを持っていきたいと思います。すごい大きいんですけど、
ど、まあ、こんだけあったら心配ないし、もしなかったら友達とかにもあげれたらいいかなと思って、であとはこの前動画でも紹介したこのアノブのトリートメントだったり、あとヘアオイルですね。私最近またこのミジャンセンのヘアオイルめっちゃハマってるので、これを持っていきたいと思います。そしたら次このパックですね。私このシカのパックやっぱ好きなので、セブンデイズマスクっていうのがあって7枚入りなのかな、これ買ってみたのと、まあ、あとはちょっと何個かこういった個別のパックも持っていこうと思います。これはここの、 あの上にかぶせる仕切りというかの、まあ、チャックの部分に入れときます。そしたらあとこのポーチですね。カラコンとか、カラコンの液とか、クシとか、あとはまあヘアオイル系とか、目薬とかが入ってます。あ、そうで、私今回ヨーロッパって言ったけど、イギリスとベルギーに旅行に行くんですよ。ヨーロッパってちょっと天気が不安定っていうのを聞いて、髪の毛とかね、セットしても崩れちゃうかなと思ったので、このリファのロックオイルも持っていこうと思います。結構これしてからスタイリングすると、カールも剃りにくくなったりするので、これはちょっと必須かなと思って持っていきます。そしてあとこの折りたたみ傘も持っていきます。であとこのポーチなんですけど、これにはヘアゴムとかを入れてます。であとちょっと今回今ヨーロッパ初っていうことで、どういう感じかちょっと分からなくて、ネットとか見てみるとそんなにないとは思うんですけど、ドライヤーがあんまりこう常備されてないところもあったりするみたいなので、一応ドライヤーもこの海外対応のやつをアマゾンで頼んだので、これも持っていきたいと思います。この休息時間も持っていこうかな。これ前にポップアップをした時にいただいたやつで、ちょっとまだ残っていたので、これも持っていきたいと思います。今回飛行機乗り継ぎなんですよ。ベトナムで乗り継ぐんですけど、結構長時間のフライトになるかなと思うので、リラックス系のアイテムもね持っていこうと思います。今なんか結構イギリスの物価が高いから、どうなるかわかんないですけど、毎回外食してるとちょっと大変だったりとか、お米とかねご飯系が欲しくなる時もあるのかなっていう風に思ったので、非常食なんですけど、これ安心米っていうこのなんか非常食があって、これもちょっと何種類か持っていこうかなって思います。今回イギリスにワーホリに行ってる友達がいて、その子にまあ会いに行くっていうのも兼ねて旅行に行くことになったんですけど、その子がもうなんかグルテンに侵されてるとか言ってたので、まあなんかもし食べなかったらそのままその子にあげてもいいかなと思って、お水だけでこれできるし割と美味しかったので、まあ食べなかったら友達にあげて帰ろうと思います。とりあえずはこのぐらいですかね。まあ、あとメイク道具とかも入れたいんですけど、まあそれはちょっと当日、ここ出る当日にやるとして、あと薬か、前ね韓国でちょっと痛い目にあったので薬もちょっと持ってきます。はい、ということでちょっと続いてお洋服の方にとりあえず移っていこうかなって思います。まずはこれは下着類ですね。下着類はこの感じでまとめているので、これで持っていきたいと思います。ちなみにさすがにこうその日数分全部持っていくのはあれかなと思ったので、まあ、向こうでちょっと洗っていながらとかやれたらいいかなっていうふうに思ってます。次にこのヒートテックたちね、本当に大事なヒートテックたちを入れたいんですけど、このまま入れると結構かさばるので、なんか圧縮袋みたいなやつをちょっと今回買ってみたんですよ。 LM S ってあるんですけど、こんな感じで M ぐらいかな、こうちょっと使ってヒートテック入れていこうと思います。ヒートテックはね絶対にマストで持っていかないといけないと思うので、ほぼほぼ毎日ヒートテック上下で生活することになると思う。結構私このヒートテックに絶大な信頼を置いているので、割とお洋服そう考えるとおすすめかもしれない。ちなみにヒートテックのタイツ、レギンス、マジで神じゃないですか。もうあったかすぎて一回履いたらもう脱げない。であとまあ靴下とかもここに一緒に入れていこうと思います。今こんな感じで入れれたんですけど、これをまたさらに圧縮できるっていう話なんですけど、あ、すごい、でも確かに圧縮できてるかも。おお、いいね、カチカチになった。いい感じに圧縮されました。いいね、なんか密度が高くなったからかちょっと重く感じるけど、ちょっとこれもあのさっ
き入れたスキンケアの下とかに入れてちょっとクッション代わりにしていこうかな。次ちょっとお洋服を持ってきたいと思います。ちなみにもうコーディネートはもうマジでいろいろ気回し考えて一応作ったので、とりあえず持っていくお洋服をこっちに移動させたいと思います。はい、ということでこちらが今回私が持っていくお洋服たちになります。こうやって見ると意外と少なくできたのかなって勘違いしちゃってるんですけど、なんかポイントとしてはやっぱ中にこうヒートテックとかはちゃんと着込んで、トップスとかなんかニットとかね本当は持っててもいいかなと思ったんですけど、分厚いニットとかだとそれだけでかすばっちゃうかなと思ったので、薄めのものなんだけどしっかり中を着込んで防寒をするみたいな感じで行こうかなって思ってます。じゃあ今からお洋服を詰めていきたいと思います。ちなみにもう重量は多分どう頑張ってもオーバーしちゃう気がするので、あんまり考えずにいます。そこは追加料金覚悟でっていう感じで、とりあえずちょっと持っていくアウターを紹介しようかな。3つ今回持っていこうと思ってて、まず1個目がこれ。これね、私ディーゼルのサンプルセールで買ったんですよ、ちょっと前に。このロンドンに行くのにゲットしたレザーの、もう超可愛くないこれ。一目惚れしてめちゃくちゃ。レザー好きだけどあんまりこういったなんかちゃんとしたっていうかいいレザーのジャケット持っていなかったので1個ちょっと買おうと思って、ブラックとブラウンがあってマジでどっちにしようか迷ったんですけど、まあ、ブラウンかなと思って、このなんかヴィンテージっぽい汗った感じがめっちゃ可愛くてチャリできたみたいなこれを今回の旅で下ろそうと思って、まだ着てなかったんです、本当は着たかったけど。でもレザーはちょっとスーツケースに入れるのは重たいし、ちょっとロストバゲージしても嫌だなっていうのと、折りたたむとかもあんまりしたくないので、これは普通に着ていこうと思ってます。で2つ目が、まあ、ダウンというかパフジャケットを持っていこうと思います。ダウン系はね持っていきたいなと思って、軽いっていうのとあったかいのでいざという時にやっぱり役立つかなと思って、ちょっと形が可愛いおしゃれな AVAVAV っていうところがあるんですけど、そこでゲットしたダウンジャケットを持っていきます。これが2個目と、もう1個がじゃん、こちらのパージャケットを持っていこうと思います。てか私気づいたんですけど全部ブラウンだったアウターが、本当に揃えたとかでもなくあんま意識してなくって、全部ブラウンになっちゃいました。変えたいかったけどさすがに今からまたコーディネート組み直すのはちょっときついので、まあこの3つを持っていきます。このファージャケットはアベマーのセレクトのアイテムでめっちゃ速乾だったんですけど、これこのフード付きのファージャケット、これを持っていこうと思います。とりあえずアウターはこんな感じなんですけど、みんな聞いた？私ちょっとネイルしちゃいました今みたいな。そうネイルしてきたの、この旅のために。やっぱちょっと長期の旅行なので、いつも私マニキュアなんですけど、マニキュア塗り直すのちょっと大変だなと思って3色フレンチをやりました。私これずっとやりたくって、もう超可愛くて大満足。配色も全部自分で考えて、このリボンのパーツもねつけてもらって、タイムでちょっと配色の位置とかリボンの位置とかも違うんですけど、超可愛くてお気に入り。早速詰めていきましょうか。ちょっとやっぱトップスがボリュームがあるので、 L サイズのね圧縮袋の方に入れていこうかなと思うんですけれど、ちなみに私今回の旅行一回地元に帰って帰省してから行くんですよ。なので1日目に着るお洋服もとりあえずはちょっとキャリーケースの中にしまっておきます。 それも大変なんだよね、なんか考えることがいっぱいありすぎて、ちょっともう頭がもうパニックって感じなんですけど、なんかもう本当に年末ムードって感じでいいですね。やっぱ年末年始私結構好きなんだよな、なんかゆっくりする感じが、なんか慌ただしくもありつつでもゆっくりもできる不思議な時期だけど、そういえばつい先月お姉ちゃんの子供第3子が生まれまして、3人ってヤバくない？もうびっくり。私もまあ私もともと2人姪っ子がいて何回か動画にも出たりとかしてるんですが、本当に私も3姉妹だし、お姉ちゃんのその子供も2人とも姪っ子だったんで、本当に女家系でマジで男の子がいないねみたいな、
不安の話をずっとしていたんですけど、その第三子がなんと男の子で、もう超可愛かった。会いに行ったんですよ。本当に生まれて3日後ぐらいかな、ちょっとそっちの方に行く用事があったので、そのままちょっと帰省して会いに行ったんですけど、もう超可愛くて本当にやばい。やっぱ新生児やばいですね。もうちっちゃーみたいな。会えるの楽しみ。まためいっ子2人はもう何歳だ、小学校1年生と年中3ぐらいかな。なのでもう結構何でも喋るし、全然普通に会話できちゃうので、なんかこう本当に会話も全くできない、されるがままのめいっ子が超可愛くて癒されました。クリスマスだからな、なんかプレゼントあげたいな。めいっ子たちも何が好きなんだろう。本当にもうコロコロ変わるからついていけない。お年玉もあげないと。おばちゃん大変なんですけど、3人もいてこれってもうちょっと入るのかな、なんかいけそうな気がする。ちょっとパンツ類も入れちゃおうかな。マフラー着るとこですか。マフラーもね、ちょっと2個ほど。あ、マジで楽しみ。ヨーロッパ本当にずっと行きたかったので、念願すぎて。じゃあ見て、これクマのニット帽なんですけど、バラクラバーみたいにもなるっていう。ケミオストアでゲットしました。 SNS でかぶってるの見て、ね、超可愛いと思って買っちゃいました。よし、こんな感じかな。ちょっと今見えてないかもですが、こんな感じで入れられたので、これで一回閉めて、え、これ圧縮できるのかな。結構パンパンですけど入れすぎ、さすがに。ちょっと一回このスーツケースを入れ終わったら、機内持ち込みもやりたいんですけど、その前にちょっと休憩をさすがに取りたい。これで圧縮していく。わあ、なんかすごい縫い目がめちゃくちゃ大丈夫かな、入れすぎ、これ私引っ張られて縫い目が超見えてる。え、でもこれ圧縮できたらだいぶでかいんですけど、素敵。あ、しまった、すごい、じゃーん、こんな感じになりました。すごっ、え、すごっ。普通にニット1枚分ぐらいになったんですけど、この10日間ぐらいの人たちがすごすぎ、ありがた。よいしょ、あ、いいね。よし、では小物はとりあえずちょっと隙間に詰めていきますか。このね、ちょっとヨーロッパっぽいファーハットもゲットして、これもちょっと持っていきます。このキャップもね、フライトの時とかに使えるかなと思うので、こっち側は一旦終わりかな。結構詰め込んだアウターで終わるんですけども、ほぼアウターこそ圧縮するべきですよね。いけるかな、アウターが本当にめちゃめちゃ幅取るね。靴も2つちょっと入れていきます。で、私はまだここにあとメイクポーチでしょ。入るのかな、不安になってきました。どうしよう。一旦なメイクポーチはとりあえずどうにかするとして、この状態でも閉まるのかチェックをしたいと思います。いけるこれ。あ、まあ無理かも。無理なことある。壊れる壊れる。どうしたらいいかな。痛すぎ。そっか、このアウター、アウターだよね、やっぱり。これならいけるか。これなら。え、私旅行行ってきた、もしかして。これさ、あ、一応
私もあったんですけど、うん、大丈夫かな。旅行行って荷物減ることってあるかな。大体相場増えると思うんですよね、荷物って。どうしよう、ちょっと一旦考えます。はい、ちょっと今いろいろ考えた結果ですね、お米はちょっと諦めようかなって思います。これを抜いただけで結構今すんなりでもないけど入ったので、ちょっとお米は今回は断念ということで。で、まああとは当日かな、ここ出るときにカメラのね充電器だったりとか、あとまあヘアアイロンと、あとメイク道具かなを入れていこうと思います。ということで、とりあえずスーツケースは準備できたかなと思います。ちょっとアウターは最悪機内持ち込みの荷物に入れていこうかなって思ってます。一回ちょっと休憩して、また機内持ち込みの荷物準備するときに回そうと思います。はい、ということで、ちょっと今だいぶ長い間休憩をしまして、もうすっかり夜になってしまったんですけど、今からこちらの手荷物のバッグに入れるものを詰めていきたいと思います。手荷物もちょっと今回それはベトナムで乗り継ぎもあったりとかして、結構長時間の本当にフライトになると思うので、いろいろとちょっと対策というか、それに伴っていろんなグッズを持っていこうかなと思っているので、紹介しながら入れていきたいと思います。ということで、まずはやっぱりスポットですよね。これはもう絶対忘れちゃいけないので、しっかりと入れていきます。続いてこちらの機内用のスリッパを持っていこうと思います。まあ靴のままでもいいんですけど、ちょっとやっぱスリッパに履き替えたいなって思う時が来るんじゃないかなと思って、一応これも持っていきたいと思います。そしてあとこちらですね、これは首枕なんですけど、あ、一緒にアイマスクもちなみに入ってます。こんな感じで、これ今ぺちゃんこの状態なんですけど、ここにボールみたいなのがついて、これで使って空気を入れて膨らまして使う首枕で、機内で多分十何時間とか乗ることになると思うので、さすがに寝たいからこれを持って行って、首がねこんな角度とかにならないように持っていきたいなと思います。本当はもうちょっとしっかりした首枕欲しかったんですけど、コンパクトさを重視でこれを持っていきたいと思います。あとはこちらの歯ブラシとドライシャンプーも持っていきたいと思います。で、あともう一個ちょっとこれ初めて買ってみたんですけど、デリケートゾーン用のシートで、今回多分丸1日出したら2日間ぐらいお風呂に入れないかもしれないので、ちょっとこれは絶対に必要だなと思って買ってみました。で、あともう機内は絶対に乾燥がやばいと思うので、マックのフィックスプラスを持っていきます。このミニサイズがねちょうどいいかなと思って、足りるかな、大丈夫ですよね、こんだけあったら。これも持っていきます。あ、ここら辺はそっか、ちょっとジップロックに入れといた方がいいのか一応。そしてあとこれはイプサのスティック状の美容液なんですけど、これも持っていきたいと思います。あとはウェットティッシュとかも一応持っていきたいと思います。あとハンドクリームも持っていきます。これも大事かなと思って、この喉ヌールマスクも持っていきたいと思います。3個入っているので、なんかちょっと向こう着いてもしなんか乾燥とか気になる時あったらつければいいなと思うし、ちょっと1個はスーツケースに入れて1個は持ち込みで持っていこうと思います。あとはまあこのモバイルバッテリーとか変換プラグもちょっとベルギー用とイギリス用で買ったので、これも持っていこうと思います。あとデジカメももう先に入れといちゃいます。私使ってるのちなみにルミックスのやつなんですけど、この赤色のねめっちゃ可愛いデジカメがあって、これも持っていきます。いっぱい写真撮ろう。今回も Vlog 撮りたいなっていう風に思っていて、友達にもちょっと回していいって言ったらいいよって言ってくれたので、また撮ってきて編集してアップできたらいいなと思います。あとはちょっとまあなんか本、ずっと読めてない本もあったので、これも読めたらいいかなっていう感じで持っていきます。で、あとちょっとメモ帳もなんか使ってないメモ帳あったので持っていこうと思います。機内で暇だなっていう時とか、友達と交換日記やら絵しりとりやらちょっとやってみようかなみたいな。ペンもねこのパスポートケースの中に入ってるので、これも持っていきたいと思います。はい、ということでとりあえずはこんな感じかな。まあ、あとは普通
通にあの財布だったりとか日頃も持っているものはしっかり持っていっていう感じで大丈夫だと思う。あ、で SIM カードは私この前の韓国から eSIM を使っているので今回も eSIM を使おうと思います。で初めてちょっとエアーローってやつを入れてみてアプリというかそのそこの会社だけでいろんな国の eSIM があったりでデータも結構すぐなんかチャージとかできそうな感じだったのでそれを使ってます。ちなみに紹介コードもあるのでよかったらみんなももし使うときあればコードを入力していただけたらちょっとお安くなるので私も多分なんか特典というかがなんかがあるかなと思うのでぜひあ、でそうだ一個ね私ちょっといろいろまあ心配だったのですごくちょっと心配性すぎるのかもしれないんですけど結構やっぱ乗り継ぎもあるしロストバゲージ結構しやすいっていう風にいろんな方に聞いたりとかネットでも見たりとかしていたのでこのアップルのエアタグっていうのを買ってみました。結構話題なやつだとは思うんですけど財布に入れる人もいるし私のお姉ちゃんは自分の子供にランドセルに入れといて帰ってこれてるかなみたいな確認するためにも使ってるみたいな感じで言っててあそういう使い方もあるんだと思ってたんですけど私はちょっとこれをスーツケースに入れておこうと思います。あの iPhone 上で今私のスーツケースはどこにあるのかっていうのが多分見れるので、まあ、ちょっと安心かなみたいなそのぐらいかな。基本的にイギリスはもうキャッシュレスって言ってたので特に現金はそんなに持っていかない予定です。ほとんどまあカードで支払おうかなと思ってます。 OK かしら。あ、ちょっとなんかリンパ流す系も持ってっぽこうか一応こんな感じで行ってきます。もう超楽しみ。ちょっともう今スーツケースあっちに置いちゃってるので今スーツケースない状態になっちゃってるんですがこんな感じで今回パッキング動画を撮っていきました。いろいろと準備するものあったりとかしてすごく大変なんですけど、まあ、でも向こうで快適に過ごせるように特に大きいハプニングもなく旅行できればいいなと思います。はい、ということで今年多分最後の動画になるかなと思うので本当に皆さんこの1年間2023年もありがとうございました。 YouTube 始めて気がつけばもう6年ぐらいかな経ってるんですけど本当に毎年毎年ねこうやってみんなにたくさん見ていただいてみんなにたくさんコメントしてもらって本当にそれが気力源なのでいつも本当に YouTube 見てくださる方応援してくださる方がいることが本当に当たり前じゃないしすごくありがたい本当にありがたいことなので本当に皆様いつもありがとうございます。こんな私ですが、まあ、自分のペースで YouTube 頑張っていこうと思うので今後もぜひ応援してくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、良いお年を。